エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。愛の妖精エリリンがお送りするエリリンチャンネル、エビリンビーム。さて皆さん、朝って何かとバタバタとしてませんかね。私はね、ほんとバタバタしている。なんせ毎日今ね、絶叫する息子がいて、ほんと絶叫してるんですよ。赤ちゃんってオンギャーって泣くと思うんですよ。うちの子は違う、キャーって言ってるから、本当にすごいんですけれども、じゃあそんな中でも朝は身支度をして会社何に行かなくちゃいけないですよね。そういう中で女性って特有の時間としてあるのがメイクの時間だと思うんですが、ハッシーは朝何分やってますか？15。えらえ、メイクですよね。えらいわ。女子力高い。私は最近は多分ね、3分ぐらいなのよ。すっぴんで言ってない？そういうこと朝するのは洗顔する、スキンケア製品をバババババって塗る。大抵これでおしまいね。なぜかというと、スキンケアの最後に日焼け止め塗るじゃない。これまだベタベタってなってるから、これは通勤しながら乾かす。出社後メイクをしたいときはする、しないときはマスク。以上。まあ、でも日焼け止めとか、うん、日焼け止めパウダーとか、ね、うん、の時とかは私も5分ぐらいだと、うん、そう。でも割とこの業界って結構そういう人多くなってくるのは、大体この業界の人ってシミとか目立つものとかは結構消しちゃってるから、あんまりベースメイクに普段だったら時間かけなくてもいいかなとかなってて、あとは眉毛とかね、ちょっとしたアイメイクとか口紅のさささぐらいでいいかな普段はっていう人が多いんじゃないのかなと思っています。ということで今日はですね、そんな感じにスキンケアとかメイクの時間を短縮することができる美容クリニックでの美容についてお話ししたいと思いますので、気になる方は最後までご視聴ください。それではメイクって、うん、まあ、ベースメイクとポイントメイクあると思うので、うんうん、それぞれ見ていきたいと思います、はいはい、まずはじゃあベースメイク。ベースメイクではまず皮膚のところに行くと思うんですけれども、隠したい悩みっていうのがあると思います。よく言うものだったらシミとかくすみ、赤みだと思うんですよね。これがあることによってお肌の色っていうのはまだらになります。お肌というのは一色だったら何色であっても綺麗に見えるんですよ。例えば私たちは白人さんの白い肌いいなって思うけど、でも白人さんが白い肌であっても年をとってシミだらけになったらあんまり綺麗とは思わないんですよね。だから白くて綺麗っていうのはシミとかたるみとかそういう影とかもなくって一色の白であることだし、じゃあ黒ってダメなのって言ったら、黒人さんのお肌であっても一色で黒かったら、一色で茶色だったら全然それは綺麗なんですよね。ということで肌の色ムラというのは、まあ、人間の目にはどうやらあまり綺麗なものとは認識されないので、色ムラは取った方が綺麗に見えるということで、シミ、くすみ、赤みはない方が美容的には印象がいいですよとなります。この解決策としては IPL、フォトフェイシャル、それからピコレーザーとか吸水チアグレーザーでのトーニングと呼ばれるもの、それから私が大好きなルビーフラクショナルレーザー、まあ、こういうのも全部トーニングに入るとは思うんですけれどもね。それから、赤みだったらばジェネシスも効きますし、あとは最近シミとかくすみにも効くピーリングっていうのもあったりすると思うので、こういったものを組み合わせていただくといいんじゃないでしょうか。あとね、最近の情報だとプルリアルを打つと赤みに効くんですよ、あとシミも良くなるということで、肌育の注射っていうのもこれはシミ、くすみ、赤みといった色ムラに効果があるということが分かっています。あとはマイクロニードル RF、 ザワンだったらポテンザ置いてありますけど、これは基底膜っていうのの状態を整えることによってメラニンが排出されて、そしてメラノサイトの状態が落ち着くということで、肝斑とかにも効果あるということで、最近シミを含めた色素病変の治療とかにも使われております。そしてベースメイクということで、顔の立体感の治療というのをすることによって、まあ、ハイライトとかシェーディングっていうのをコントロールしていく、陰影をコントロールするっていうことができるので、そのためにやるといいなっていうのは、まあ、ヒアルロン酸とかもしくは糸リフトとか、そういうので顔の凹凸をコントロールしてあげるといいんじゃないの
かなと思います。まあそれで言ったら多分クマとかに対するクマ治療っていうのも同じことですよね。確かにハイライトとかシェーディングとか昔すごいしてたけどしなくなりましたね。うん、まあ余分な影とかが入らなくなればする必要はないのかなと思っています。ポイントメイク、ポイントメイクはしないで出勤している私としては、まあちょっと心を入れ替えなくてはいけないんですけれども、例えば眉毛のアイブロウとかアイラインとかリップ、これめんどくさくなっちゃったら、まあ、今だったらもうアートメイクをするっていうのも、まあ、一つの選択肢ではないかなと思います。でもアートメイクメリットデメリットあるってよく言ってると思うんですけど、うん、はい、アートメイクのメリットデメリット、一つ目、入れた色っていうのが変わるんですよね。例えばアイブロウとかだったら、まあ、最初は皆さん茶色とか、まあ、黒っぽい色ですよねを入れると思うんですけれども、これがだんだん変色してきて青っぽくなったり、あと黄色とかオレンジっぽくなったりするんですよね。私の場合は黄色とかオレンジっぽく変色してしまいました。でそうなったら、まあ、当然もう一回入れなくちゃいけないってなってくるので、そういう永遠ではないよっていう面があるっていうのが一つ目。でもこれはまだいいんですよ。一番困ったのがですね、流行が変わるっていうことですね。アートメイクというのは基本的には入れたらその形というのはもう変わりませんが、流行というのはどんどん変わります。ということで私の場合はですね、実は眉毛のアートメイクとアイラインのアートメイク入ってるんですよね、というか入ってたんですよね。幸いなことにアイラインの方のアートメイクっていうのはあんま目立たない感じに薄くなっているので特に気にしていないんですけれども、眉毛に関しては残念ながら流行が変わってしまって、もう全然ちょっとその形じゃ納得できないっていうような眉毛の形になりました。そこでですね、どうしたかというと、レーザーでこの眉毛を消そうってなったんですけれども、まず消しかけの時っていうのは結構入れ墨を取るレーザーっていうのは強いんですよね。アートメイクってイコール入れ墨なので、入れ墨のレーザーって強いので色素沈着を起こします。だから薄くなってぼやけているアートメイクをちょっと消したいだけなのに、くっきり色素沈着で戻ってくるので、余計嫌な眉毛の形が目立つし、さらにもっとひどいことに、そうこうしてるうちに私の眉毛の毛根は死んだので、アートメイクは薄くなったけど眉毛がなくなりました。まあ、レーザーで完全にちょっと死んじゃったっていう感じですね。ということでやっぱりアートメイクの場合は流行が変わった時にそれを消したいってなった時のリスクがあるっていうことは考えていただいた方がいいかと思います。私思うんだけどね、数年前極太の眉毛が流行ったじゃない、うん、で、あの頃アートメイク入れた方って極太アートメイク入れてたわけよ。大丈夫かな、わかんないなんかやっぱね、細めだったりとかすっぴんの時もそれでもいいよねぐらいなアートメイクだったら、メイクする時にそこにさらに描き足す前提ぐらいだったらいいと思うんだけど、極太でもうメイクも全くしないぐらいに描いた人って案外時間経って困っちゃってないかなって思うんですけど、皆さんもしご意見あったらお待ちしてます。リップのくすみって、うん、リップのね、くすみはこれレーザーで薄くなることが多いので、ただ皮膚のシミよりちょっと時間かかるんですよ。ただこのリップラインがなんか縁取りをしたみたいに黒くなってたりとか、あとは本当にシミみたいにこうぼちぼちぼちっていうシミが唇にある方はレーザーとかで治療をすると良くなることが多いです。ちょっと時間かかります。目元は何かありますね。目元は皆さんは今マスカラをしたりとか、もしくはマツパをしたりとかエクステをしたりとかつけまつげとかいろいろやってる方いらっしゃると思うんですけれども、美容の分野では、まあ、まつげ美容液だったりとかルミガンのようなお薬っていうのも使ってまつげそのものを伸ばすっていうこともやってますので、まあ、気になる方は試してみてもよろしいんではないでしょうか。先生なんか実験してませんでした？行く時してた。ちょっと今やめた。めんどくさくなっちゃいました、はい、ルミガンすごいですよね。そう、ルミガンは、まあ、色素沈着リスクはやっぱりあります。あとは眼瞼下垂になってしまう可能性が一部あるとかね、
言われているんですけど、ただ間違いなく言えるのはむちゃくちゃバッサバサになる、音がするんじゃないかっていうぐらい、瞬きしたら音がしそうなぐらいまつげは伸びます。ただね、今私やってないです、何もやってないです。理由はもう産後ね、それどころじゃない、そんな感じ。今回は、朝のメイク時間、日々のね、ご自身でのケアを短縮できるようなアドバイスというのをしてみました。何か参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。